独身なう、浅川図です。林敬司です。独身にとってはね、耳の痛い話でございますけれど、独身税っていうね、よくね、これが議論に上がるんですよ。まあ、無理だけどね。まあ実際にね、日本でも、これは石川県、下北市のままか、 が、えー、行政との意見交換会で独身税を要望したことで議論が再燃しましたと子育てで生活が苦しい独身者に支援をお願いできないかという内容ですと、うん、バカじゃねえこれ結局実現できませんでしたが、えー、基本的にはなこの独身税ってのは少子化を食い止めるために結婚させようということでまあ独身だ独身税を取られたくなきゃ結婚しろっていうことで、えー、<laughs> まあ議論がされることが多いんですけれど人気 無視だよ、ね、それある意味社会主義だよね。それは子供欲しい人もおれば、子供が、ね、欲しくない人もおれば、うん、子供ができない人もおるし、うん、そしたらいろんな人がおって、個人の権利じゃんね自由じゃんね別に子供無関か産まないかって。 うん、なんで独身だからって、独身者だってお前、いろんなこと分かった上で、考えた上で、独身でいるって人もいっぱいいるからね。でだ、海外で実際に独身税が導入されたことがあったっていうことで、えー、過去にね、ブルガリで導入されましたと。えー、ちなみに導入の理由は、今の日本と同じく少子化への対策としてですと。ブルガリ以外だろ ブルガリって言ったらお前。ヨーグルトで有名なな。ヨーグルトだけ作っとけよ、お、ま、前。その結果、大失敗となりましたと、導入前よりも出生率が下がって、結婚自体も下がってしまった。 たのですとえ増税で独身者がお金を貯めにくくなり余計に結婚が遠のく結果になりましたとあとはまあ偽装結婚が増えるんだって <laughs> あーもう最悪じゃんもう, <laughs> うん最悪なんだよでまあフランスもえ昔え独身税やってたけど現在は廃止されてるっていうことで独身税だけでは 少子化対策にはならないと。いろいろ別に独身だけに限らないんだけど、うん、もうそう、酒とかタバコとかさなん、いろんなもんなんでみんだけどさ、税金の取られ方ってちょっと、いろんな意味で違和感感じるんだけどな、俺も。まあ、例えばさ、えっ、ー、と、配偶者控除とか、 産業非保険者ね。あ、はいはい、うん。独身税は取られてないけど、うん。会社勤めたりとかして、今働いて、税金まあ、働くとか普通に消費税とかも含めてそうなんだけど、はいはいはい。一般的に、結婚してる人の方が、まあもちろんその子供、子育てのための手当あったりとかさ、いろいろ優遇されてることもあったりするから、結局そういう、独身者から結婚とかしてる人とか、子供がいる人たちの方に税金が流れてってるっていうのが、 もう今もうすでにあるわけじゃん、もう。それ以上に、だから独身税みたいなのを取るっていうのは、やっぱりちょっとまあナンセンスだよなとは思うわな。独身税もし入れるんであれば、今結婚してる人とか、その子供がいる人からに、なんかいろんな待遇、いい優遇しちゃうかもな。まあ一回、あの、まっさらにしてからじゃないと思うね。そう,そうそうそう。フラットにしんと、それはおかしな話だよね。いろんなもんが免除になるわけじゃん。 この問題の一つとしてさ、まあ、独身税をじゃあ取ることにしましたってなったときに、独身がそれで、要するに、ま、生活が苦しくなるわけだから余計結婚が遠のいちゃうっていうジレンマがあるんだよね。その結婚できるだけの余裕がないからってことじゃん。そっから税金取るって何事やねんって話だろ政策としておかしいよね。それ負の連鎖だよね、完全に。うんうん,うん、うん、それってもう金ぐら格差でなんか、 バカにしてる感じもするよね。独身税っていうものそもそも。まあ、あとは、 あの、今ね、その三組に一組が離婚する時代ですから、明日は我が身っていうことで、まあ要するに、今までは既婚だったけど、離婚した途端にその人は独身税を取られる側に回るわけだから、だって罰位でも独身税だし、その何、子供がいたっては独身税なわけでしょ独身なんだから。<laughs> ややこしくなるよね、それ。だから結局自分で自分の首を絞めることになるのよ。そういうことだな。だからこの何、少子化対策として、財源を独身から取ろうっていうのはまあ、 なんていうか、卵を産む鶏の首を締めるようなもんなんだよな。うん。だから逆だよ。逆。だから独身の人に税金って、だ独身の人にお金をあげなかんわ。逆に。確かに、まあ、独身を優遇すれば、まあ、結婚は増えるかもしれないってのはあるわな。子供一人産むと1000万とかさ、結婚したら500万とか、そういう制度にすれば、うん、少子化は減るかもしれんけど。これだから、もう一つ議論されてることに、その、こなし税っていうのもあるんだよね。<laughs> ちょっと待ってもうね。 何でもありやんもう子供を産んでない夫婦に税金を貸そうっていう。子供が生まれない体だったらどうするわけやって話だろ差別につながるから、そんな税金は認められないっていう話なんだけどね。基本的に税金ってさ、なんかもう、すべてに関して差別っていうのもあるよね。例えば、タバコ吸いたい人がさ、タバコ税で、ね、お金、 取られとるわけじゃんね。あれ、自分で自分の首を絞めとるっていうのもまさにその通りで、で、どっちやねんタバコを推進したんか、タバコをやめろって言ったんか、どっちやねんっていうか。タバコをやめられない人からどんどん取ってこうっていう。だそんなに依存してない人はさ、もう値上げの段階でじゃあタバコ吸うのやめようってなるわけじゃん。うーん、まあまあまあ、そうだけど、だけど、それもなんか、ギャンブル依存症の人にそのお金を貸すみたいなさ、なんていうか、はい、どんどん突っ込んで、どんどん突っ込んで、みたいなのは、 どうかとは思うよ。すげえどうかとは思うけれど。まあ、これはね。ただこれはさ、<然>タバコ吸う人はさ、それを込みで吸ってるわけじゃん。分かってて吸ってるわけじゃん。そうだよ。ほとんど税金じゃんって言ってても、仕方なく吸うわけじゃん。もうやめられないから。で、これ、ガソリンもそうじゃん。あれは二重課税って言われてるけどさ、ガソリン税と消費税が入ってくんだからさ、ね、おかしいじゃんって思うんだけど。おかしいでも、みんなそれを分かってて、もう仕方なく税金を払うことになるけれど。結局ね、人間ね、生きていくためには、 うもう何しても税金取られるんだってさっき独身税 っていう話から言ったけど、独身税っていうこともそうだけど、このほら、消費税に関してもさ、まあ、ー10%もなって久しいけどさ、そのまあ、それがどこに使われてるかっていう部分がやっぱり納得いかない部分があるわけじゃん。うん、まあそうだよ。だから、一番負担がでかいのはやっぱり医療費だよね。医療費でかいし、もう医療費だよね。まあまあ、要は少子高齢化が進んで、今国の、例えばインフラとかボロボロになってきたりとか、これからいろんなものをね、あの、この日本って という国を維持するために税金は必要っていう考え方だと思うんだけど全てに関してねだけど無理やり取ろうとしてるっていうかさ何しても税金取られるわけでしょ今逆に何しなければ税金取られんねんってホームレスやるしかねえだろそれしかねえよな <laughs> でも、消費税のすげえとこは、ホームレスからも消費税は取れちゃうんだよね。そうなんだって。<laughs> 最強なんだよね、結局ね。うん。あーん、いろいろ難しいですな、これはな。<laughs> これは <laughs>。 独身税だけじゃなくて、とりあえず取れるとこから取っとけなんだけど、まあ少なくとも独身税を導入したとこで少子化があの収まるってことはないわな。ないないない。実際にもう海外で一回導入してやめてるっていうことだから、まあ現実的にはまあ独身税はないだろうなとは思うんだけれど、 子育てで苦しいんだったら、その、何、支援を、あの、お願いする先は、独身者じゃないよ。金持ちの、その、あれを、所得税をもうちょっと増やそうとか、そっちに行かないと、やっぱ、ちょっと、平等ではないよね。逆に言うとさ、めちゃくちゃお金があるような子供がいっぱいいる家とかあるわけじゃんその子供がいるっていうだけで、独身者から、税金取れちゃうんじゃ、もうそこでまた、 格差が広がっちゃうわけじゃん。そうだよね。そういうことだよ。だから、うん、だって要は金持ちしか子供産んじゃいけないみたいになってくるでしょこれから。うん ということでね、このね、独身税が、まあ、日本でも海外でも、まあ、議論をされてるっていうことですけど、まあ、実現はまあ、ほぼないだろうな、っていうことで。ない,でな,いな,いない、ない、ない。うん。うん、独身でも、めっちゃ金持ってる独身から取っていいと思うけどね。<laughs> いや、だったら別にさ、その、独身か独身じゃないかじゃなくて、金持ちで一律でいいだろうそうなんだそうなそういうことなんではい。あのー、独身とかじゃなくて、金持ってる人から、 取る税金だよ。お金持ちから取る税金も、そういうなんていうか、少子化を食い止めるために使うっていう理由であれば、まあ、いいのかなと思うんだけどね。例えば、俺がお金持ちだったとしても、その使われ方がさ、全部軍事費とかさ、なんかそういうのだったら納得いかないと思うし、やっぱ税金は使い方にもよるし、うんうん、だからまあ、どっちにしてもやっぱ金持ちから税金を取るもんであって、独身限らず、貧乏の人からお金取っちゃダメだよ。ということでね、今回は、独身税がね、 <laughs> まあ議論されてるというねお話でございました朝川図です、えー、サブチャンネルもやってます朝川図のビデオで検索してください林圭司です段階人間ナウっていうチャンネルもやってますんでぜひ検索してみてくださいよろしくよろしければチャンネル登録お願いします